バーゼル所属の柿谷曜一郎選手はホームでレアルマドリードと対戦。レアルペースで進んだ試合はレアルのゴールラッシュで終わる。柿谷選手も後半から途中出場するもゴールを奪うことはできなかった。レアルは本領を発揮し、ハメス、ロドリゲス、ロナウドなどがゴールを挙げて、5-1 でレアルの勝利。まあかなり差があったようだね。柿谷選手も昔から考えると丸くなったような気がするのは俺だけだべか？昔はもっと変なプレイヤーで予想外のところからシュート打ったりしていたんだけどね。キックの精度や技術は高いのは間違いないんですが、だいたいシュートするタイミングとかが予想の範疇というか一般人と同じタイミングで打ってます。頑張ってね柿谷選手。皆さんも柿谷選手のプレイのいいところや悪いところをコメントいただけると嬉しいっす。この動画を見て柿谷選手が肩にはまらない選手になってくれると嬉しいんだけどな。